今ずっと、やってきて、まあ、大体2割7分ぐらいの成績、はいはい、これ、もっと上げたい。上げたいです。でもさ、こう、源田選手だったらどうしようか、守備っていうイメージがあるじゃん、はいで。守備はもう見てて全然安心すると。あと、バッティングはどれぐらい上げればいいですか？バッティングコーチとかからは、絶対3割打てるんだから頑張るっていうふうにはずっと言ってもらってるんですけど、うん、そのために何したらいいかなっていうのは、なんかここを変えようとかそういうのもない。まあちょっとこういろいろあるんですけど。あんま言えないところで。そうですね。OK OK。それはそれは言わなくていいから。じゃあなんかその新しいことに今取り組みながら。いろいろはいやりながら。はい。でその中でヒットしたやつを今シーズン。はい。そしたら WBC の時はもう。いやー。